でも職員みんな言うんですよ、みんなでこういうふうにして助け合ってここまで来れてよかった、これ体験できてよかった。あの今回自分たちがあの力を入れたのは、あの中通りに来たんだから、あの楽しいことしよう、浜通りではできないことしようということで、本当にあのいろんな場所に行きました、崩落地に。そうするとやっぱり少しでもね気分がこう変わるかなということで、その震災を忘れていただくために、本当にあの今までになくいろんな行事をふんだんに入れて、そしてその震災の話をなるべくしないように。あとここはあの蕎麦屋さんの、この人があのおかみさんというか社長さんなんですけど、その人がものすごくあったかい人でした。なぜなら富岡町の人が来たからということで、あの倉庫にあったお蕎麦を全部出してきてくれて、あの茹でて、そしてあの体育館にいる人たちをバスであのピストン輸送しながら富岡町の人全員にお蕎麦を振る舞ってくれました。だからこんなあったかい人もいました。2月の中頃かなに入った様子です。これが自分たちのグループホーム、こちらがデイサービスの事業所でした。で本当にあの行った時に思ったのは、放射能の被曝っていうのは全然目に見えないので、お花もあの咲いてたし、桜が満開で、本当に花とか風とか空気とか全然変わってないのに、なんでここに住めないのかなっていうのがものすごく不思議に感じました。富岡町では、郡山と岩木と、三春と大玉村というようなところに仮設を作ったというふうなことだったんですけど、すぐに戻れるということはちょっと私もこの状況から難しいということで、あの一番個数の多いところで一緒にいる利用者さんもそうですけど、仮設で一人暮らしとか、あのやっぱりあの孤独な方をやっぱり何らかの形であのケアできればいいかなというようなこともあって、やはりあの仮設の近く、それも一番多い人数のところで、あの関わりをしたいなということで大玉村を選びました。環境を変えないっていうふうなことだから、あの周りの環境だけでなくて、私はあの今回皆さんが穏やかに生活していただいているのは、職員が一緒についてきてくれたので、人的環境を守れたので、馴染みの関係との職員があったので、それであの穏やかに生活できていると思います。